休み。なんで忘れる？なんか変だ。なんかずっと考えてる。好きな子できたの？前のことあんまし見てない。いつもなんか考えてる。一人でどっか行ってるし、だからそうかなって前思った。そうじゃない。なんか前一人されてる。そうだけど、どっか行っちゃうみたいな気する。前のこと置いてっちゃうんだって思った。カエル、アイス、アイス。タマちゃんってアイス好きだよね。だっておいしいし。話をしなければいけないようね。カウンセリング室に来てちょうだい。した？どうする？待ってた方がいい？でもアイスは？アイス一緒食べた。食べたい？座れば何もしないから。彼女とは会えたのかしら。和辻綾。座れば、それとも怖いのかしら。君はどうして彼女がいるなんて思い込んだのかな。それを聞きたいんだけど。だから私のことが怖かったのね。本当のことを教えてあげる。世界は滅びたわ。そしてアヤがもう一度世界を滅ぼすの。私たちは人類を維持保存するその実験をパンドラプロジェクトと名付けたわ。ギリシャ神話にある全ての災いと希望を閉じ込めた箱にちなんで。信じられないでしょ。でも本当のことだから。君も見たはずだわ。説明のつかない出来事。隔離したはずの異変が私たちの現実を侵食し始めている。君が見たのはその異変が目に見える形をとったものだったのよ。あれが見えるかしら。妖精でも高2でも LCF0032 とでも好きなように呼ぶといいわ。狂ったエネルギーの流れがこちらの世界にあふれ出す時、私たちの目にはああ見えるだけだから。私たちは異常なエネルギー変異を遮断したわ。けれどその封鎖を破られかけているの。閉じ込められたエネルギーが意志を持って現実に忍び込んできたのよ。それが彼女和辻綾よ。綾が何者かはわからないわ。単に増大してしまったエネルギーが人の姿をとっているだけかも。けど彼女が向こうとこちらを隔てる扉を開けてしまったら、災いを閉じ込めた箱はパンドラという名の女によって開けられてしまうのよ。そのせいで世界は苦しみのあふれる場所になった。でもまさかね、偶然とはいえ神話が再現されるなんて想像もしなかった。私たちは現実を、この世界を壊すわけにはいかない。情報を制限し、人々の目から破滅の兆しを覆い隠してでも平穏な毎日を守りたいの。彼女アヤは君を見たのね。なら君はアヤに会うことができるわ。彼女も君を探しているはずだから。彼女に会ったら彼女を止めなければいけない。私たちの毎日を守るため。彼女も君を探しているはずだから。バニャノノにようこほ。あ、見に来た。なになに、前のこと心配になった？もうシマさん、舞もう上がってもいい？なんだいそりゃ。私を働かせようってのかい？だって友達来た。この小娘が色気づいてんじゃないよ。玉が上がるってさ。今日はね、仕事にならないから私も上がることにしたよ。あ、チマさんも終わりだ。あんたがいないとね、辛気臭くてやってられないからね。お疲れ様した。タマ、火遊びはやめておくんだよ。まあいい、そんな子供じゃないし。タマは可愛いね。むふ。お土産もらったよ。一緒食べよう。ハンバーガー、あと玉ねぎとケチャップ。む、今日ね、すっげえ忙しかったから全然ご飯食べらんなかった。お店で食べるのと味違う。外の方が美味しい。お店外にしたらもっとお客さん来るかもね。チュッチュッ。チュッチュッ。だって美味しいし。でも一人だと美味しいけど普通な感じする。一緒だから美味しいかもね。でしょ、チュッチュ。ん？なんだそれ。ドラマ？主役誰？どうしようかな。お母さんのお手伝いして一緒におやつ食べる。でね、お父さんとかと晩ご飯食べてお風呂入ってテレビ見て寝る。でも終わりでしょ。だってさ、最終回とかめちゃめちゃする人いる。ああいうのかっこ悪い。終わりだったら仕方ないじゃんって思うし、そしたらさ、お母さんとかと話してたりした方が楽しいし。あとね、ガムにキックすんの忘れてた。ガムこの前見たらヒゲ生えてた。薄いやつ。厨房の癖して生意気。でもガムは生意気。ひどくない？全然普通。じゃあ帰る。どうした？頑張むよ。お母さん、ただま。今日ね、早く終わった。それでね、お土産もらって公園で食べた。ごめんなさい。ちょっとうとうとしていたみたいで。睦月が帰ってきたの。あの頃みたいにあの子つまんないこと言って私を笑わせようとして、だからもうそんなことしてくれなくていいのにってつらいって言ってくれたら、一人は寂しいって泣いてくれたら、私だって一緒に泣けるの。なのにあの子そんなこと一言も言わなくて、そんなこと言われても。納得できません。だって私はどうなるんですか。まだ読んでない本だっていっぱいあるのに、夏の暑さや冬の寒さも知らずに私は。あなた方の辛さを理解できるとは言いません。ただ三枝先生の前で感情的になるのはやめてくださいね。注意、これを。これはいかん。どうしたの。大きな声は出さないで。三枝先生が怖がりますから。どうしましたか。はい、空間の構築情報がミスリードされているようです。いくつかの装置が無秩序な傾向を示しています。ボックスが開きかけているの。静かに。そうですか。睦月ちゃんはどうです。ちゃんと夢を見ていますか。少々お待ちください。高レベルのイケロスキにあります。振幅の度合いによってはモルペウスキに達する可能性も。気づいているんだわ。そうですか。僕は三枝先生を連れて行かなければなりませんから、エトナには君たちが先に戻ってください。了解しました。おい、戻るぞ。ああ、そう。アルゲスに 3A での警戒観測を命じます。了解しました。アルゲスセクションに AAA での警戒観測を命じます。どうしました。私たちは消えてしまうんですか。そうならないようみんなで努力しているわけですから。もしボックスが開いてしまったら私たちはどうなるんですか。わかりません。わからないからこそ僕たちは今ここにいるのです。けれどお話は後にしましょう。今は三枝先生を連れて帰らなければいけませんから。三枝先生、三枝先生、一緒に帰りましょう。先生、冬木です。迎えに来ましたよ。先生、戻りましょう。みんな先生が帰ってくるのを待ってますよ。冬木さん。そうです、冬木です。みんな先生のことを心配してたんですよ。ごめんなさい。あの子に会えるような気もしたから。どうすか大将、一発っすよ。俺うまいっすよね。普通だよバカ。そうっすか、うまいと思うけどな。迎えに来てくれたの？どうしたの？帰らないの？離れて。天使は人が見たいものを見せるの。帰ってこれなくなっちゃうから。うち来る？ごめんなさい。切符買って220円。昼だから。だってここはそういうところだもの。ここ右。ちょっと買い物したい。泥棒じゃないから。アヤが世界を破滅させる。砂糖とミルク使うなら。私も探した。私は扉を探してるの。そう、扉。ここは私がいるべき場所じゃない。そう。それはわからない。でも、きっと目にすればわかるんだと思う。君と会った時、駅のホームで。その時初めて信じることができた。扉はあるんだって。ごめん、今日は休ませて。明日きちんと話すから。階段上がってすぐがお兄ちゃんの部屋だからそこ使って。準備できてるからよかったら降りてきて。よかったら食べて。扉を探しに。もういい、行きましょう。扉を探しに。月の町に行こうと思う。もう随分探したけれど、一人だと行けない場所もあったから。あそこは一人であまり長くいられる場所じゃないから。私もそれ考えたことある。行くと時刻表通りに電車来るけど、いない時のことはわからない。すごく変だった。昼と夜が線を引いたみたいに分かれてる。うん、思うけど、でもそうだから。アヤが世界を破滅させる。うまくいければいいけど、遠回りさせられるかもしれない。名前で呼ばれるほど親しくないから。うまく説明できないけど、少し遠くて。彼女が世界を滅ぼすのよ。何？もしかして何も知らないとか？説明するからついてきて。